よし、じゃあまずはね、そう、人参を収穫できたから、人参、あ、今も私できるね、人参をこう収穫することができたから、あれを作ってみようか、人参のスープ。よいしょ、11個あるから、キノコと人参だよね、大鍋、人参のスープ、いけ。新しいアイテム、人参のスープ、やった。それが全部作っちゃおうか。3個できたんだね、3個。1500秒だから25分持つ設定なんですよ。スタミナもね相当増えるらしい、60増えるらしいから。あー、なんかスタミナゲージ多い気がするよ、いつもよりね。だいぶ走れるか、いいね。というわけで、聖堂が52個、だいぶできましたんで、ちょっと装備作るか。聖堂のヒュイラス、まあ移動速度が下がっちゃうのはあんまり好ましくないけど、しょうがないねこれは。聖堂版のキュイラス、聖堂版のレギンスで、あとは聖堂の兜。脳みそを頭蓋骨の中に収めておくために役立つ。めちゃくちゃいいこの説明。脳みそを頭蓋骨の中に収められないからね、みんな聖堂の兜かぶんないと。ちゃんと毎日みんな聖堂の兜かぶるんだよ、危ないからね、これかぶってなきゃ脳みそ出ちゃうから。さあ着てみましょう。おお、え、かっこいい、光ってて。でもちょっと疲れちゃってるから、ちょっと待って荷物が重いわ。どうですか皆さん、聖堂シリーズ。なんかでも寒そうだね、ちょっと。あと前に倒したトロルの皮があるから、それでマントを作ろうか。トロル側のケープ、ほい、よーし、これでケープも装備して、こんな感じでどうでしょうか、強そうじゃない。で、あ、そうだ、装備が整ったんだけど、ここね、このマップにこうやってチェックを入れると、あーとか言って、こうやってダブルダブルとか言って、こうマッピングできるっていうことが分かったんですよ。で、ここね、どこだっけ、あ、未攻略ダンジョン、ここ、ここ、ここになんかね、でっかい洞窟があって、それがね、なんとトロルの洞窟っていうらしいんですよ。だからトロルの洞窟にちょっと行ってみます今から。っていうのも、こんだけね装備整ってて今強いから、多分なんとかなるかなって。トロルの洞窟行ってもちょっと乗り込んできますわ。着いた着いた、ここ、ここ、これ入り口でかいもんね、確かに。これはやばそう。え、何匹もトロル出てくんのかな、やばいよね普通に。基本弓、ちょっと行ってみますか。ここな、うわ来た、トロルの洞窟、え、でかい、広い、怖い、いるし、いきなり。え、どうしようかな、これ狭いからさ、逃げながらっていうのもなかなか難しいから、やってみよう。ちょっととりあえず行くか。おい、153、待って待って、強い、僕の武器何これ、どうしちゃったの。回避して、回避して、回避して、痛い、はい、回避、つく、回避して、足元つく、回避、うまいよ、はい、フレーム回避してるから、はい、よいしょ。こうやって敵と、敵がたた、殴ってくるタイミングで同時に回避すると当たんないっすね。
あのその場にいても。はい、前回避よいしょ、突き、はい、突き、繰り返してやるよ、ほぼずっと。はい、前回避、はい、すせい、もうちょっと一回ちょっとスタミナ回復しよっか。はい、テイテイト、オッケー、うわ埋まった、ナイスー。え、これだけえ、想像の100分の1ぐらいしか報酬がない、いらないし、木とか。え、終わり？一体トロルがいるだけ？終わり？トロルの洞窟というか、これトロルの巣だね。トロルの家。家荒らしただけでした。まさかの終わり。だから、あ、そうだ。あのさ、以前さ、僕の第一拠点でさ、壊すことができなかった、なんだっけあれ、松の木ってあったじゃん。今だったらさ、多分この青銅の斧があれば壊せんじゃね。ちょっと行ってみましょうか。あ、これとかじゃない、これとか多く、あ、切れるようになってる。はいはい、やったー、強い。しかも27とか出てるし。おー、で、まあ、これはなんか今まではなんとかその木を倒しとか倒しながらとかだったらできてたから、こっからの分解は初めてだよ。死ぬ、危ない、木が一番怖いからね。はい、あー転がっちゃう。へい、お、上質な木、上質な木、上質な木の弓、木のドラゴンの飾り、腰掛け、あ、あー、はい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 、インテリア系だ、めちゃくちゃできる。何？この丸太めっちゃ多くってすごい大事だったんだな。上質な木か、ちょっと取って帰ろうか。さて、新しいいろいろ作れるものが増えたところで帰ってきましたよと。はい、作業台、タンカード、スコール、なんだそれ飲み物だね。うん、あとはその他、積んだ石、あ、ポータルってこれか、動詞のまたはタグのない別のポータルと接続する。はあ、これで拠点間移動がこれでできるっていうことか。ポータルと上質な木で、あ、これがポータルか。守護の石、すげえ字ちっちゃいな。周辺に魔法の封印を発し、他のプレイヤーが建物を建てたりドアを開けたりすることを防ぐってことは、 PVP 用のアイテムだね、守護の石は。あとは、あ、良さそうな船、このイカダじゃなくてより洗練された船ができますね。でも味方の操縦の仕方せっかくでき覚えたのにな。あ、なんかでき、あ、発光樽、あー、この大鍋で発光が必要って書いてあるのはこれか。発光樽があれば発光できるんだ。はいはいはい、よっ、できた。お、久しぶり、戦士よ、
ポータルがあると世界のある場所と別の場所の間を素早く移動できるようになる。もちろんもう一つの場所にも作らなければならない。そして両方に同じ名前をつけると自動的に接続されるのだ。すげえ。タグ、うん、だから拠点ってことだよね。じゃあ例えば日転換だったら拠点だけでいいけど、もう一個やりたい場所やりたい場合は駅をもう一つ接続してここにポータルを置けば新しいとこと、ポータル A からポータル A で、その隣にポータル B を置いたらポータル B からポータル B やみたいな感じで、じゃあここをこの世界の駅としよう。そうすればここに来てからわったらどこでも行けるみたいな風にできるから、このお家、せっかく大きなお家を作れたから、ここを駅としていろんなところに進んでいこうか。さあ、じゃあ初めての拠点のところに帰ってきました。別に帰ってきた理由ってあんまないんだけど、ここはほら上質な木とかあるしね。上質な木が欲しくなったらここに帰ってくればいいから。ポータル、よいしょ、やってみよう。タグ、拠点、これで、おお、何今ので、もう行けるようになったのかな。おお、入る、おお、お、出た、すげえ、アイテム持ったまま世界変わっちゃったんだけど、もう便利すぎる便利すぎる。はあ、さてと、うん、まあ、ポータルが便利すぎたんですけど、まあ、いろいろあったよね。他にもさ、発光ダル、あ、もう作れるね。発光ダル作っていい？あ、ちょうどいい、ちょうどいい。ここにスペースあったんだよ。あ、ちょうど入る。スポット。まるで発光ダルを置くために作られたかのようなスペースだな。このキッチンにじゃあ発光ダルを置いてみます。へぇー。あ、じゃあこれで、ここで、あ、ジョーのジャム作れる。その、蜂蜜酒。作ってで発酵するんだ、ここでね。せっかくだから女王のジャム作ってみようか。新しいアイテム、女王のジャム、ついでに何個、もう一個作れる、もう一個作れるね。女王のジャム ×4 だって。あ、すごい効率良さそう。これ8個できたよ。ソーセージと人参スープとジャム使おうか、これからは。もうなんか飯も一級品だな、全部加工されちゃってさ、一級品の飯を食う男になったか、僕も。あ、沼っていう、まさにあるんだ沼が。で、それは海をこういろいろ渡ったりして頑張って見つけるのかな。じゃあ、なるほどな。はい、すげえ、おお、すげえ、めっちゃいい船じゃん。というわけで今から沼地ってところに行きたいので、沼地が次の目的地らしいので、沼地に向かってこの船で行きたいと思います。ドン、おお、これは操作しがいがありそうだ。よいしょ、舵を使う、行くぞ。操作は同じかな。あ、帆を張ってって。何が変わったんだろう。イカダとちょっと違うところがあるのかな。スピードとか、やっぱ。で、ここが海なんだよね。だから、こっちの対岸に行くとまだ黒の森だから、上とか下とかに行ってみたいと思います。ちょっと下行ってみようか。じゃあ下り、おー、荒れてるね海が。お、対岸が見えてきた。どこなんだろうこれは。だいぶ来たね。
あ、でもなんか最初のところと似てるかな。最初のところと同じ地形かな。あー、なんかここら辺と似てるね。平和そう。沼ってとこに行ってみたいんだよね。今どこに行けば沼に行けるんだろうな。まあ僕今ポータルがあるから、ポータルがあればね、いつでも拠点に帰れるから。ここは草原だよね。最初のとこともう草原だったから、こんにちは。あんまり、え、魚がいる。え、釣りあるのかな。乗り上げちゃった。なんだあの枯れた木は。あの枯れた木知らないぞ僕。早い。うわあ、やばい、乗り上げちゃう。ちょ待て。なんだあの枯れた木は。ちょっと行ってみようか。ここは何でしょうか。沼来たー。やったー、目的地にいきなり着いたぞ。よし、着いちゃった。じゃあ早速、あ、木がないのか。やったー、古代の木。怖いな。なに、怖い怖い怖い、やめて。ちょっと待って、毒だ。あ、やばい、あ、やばい、これあ、やばいかもしれない、あ、やばいかもしれない、これどうしよう。飯食おう、飯。最悪なタイミングで夜になっちゃった。ちょっと待って、落ち着け。できることは全部しろ。できることは全部しよう。マジでやばい。マジで死ぬ。マジで死にたくない。やばい。ポータル作った。いや、最悪だ。ポータル作ってすぐ逃げれるようにしとけばよかった。ちょ、落ち着け。大丈夫。拠点2に名前変えないといけない。やべえ、マジで死ぬ。やばい。うわ、終わる。マジで死ぬ。本当に死んだ。本当に死んだぞ、これ。頼む、なんとかなれ。なんとかなれ。いや、今しかない。あ、危ねえ。マジで危なかった。よかったー。本当に死んだ。危ねえ。よかった。もう今日終わろう。もう疲れた。今のとこで死んでたらマジでやばかった。本当にやばかった。あー安心した。もう本当に諦めてたよ今。だってさ、四方八方から弓飛んできて毒食らう可能性もあって、おまけにあのおじさんみたいなやつ足速いっていう。
本当に死んだと思った。はあ、なんか安心したら疲れたわ。というわけで、今回はねこれで終わりたいと思います。今日は主にね武具防具武器作成して、まあ、トロルの洞窟を攻略したり、料理を新しく作ってみたり、あとは沼地に初めて足を踏み入れましたね。でこの沼地っていうのがまた新しい黒の森みたいな、最初からしたら最初でいうところの黒の森みたいな新しい目的地だったので、その沼地のダンジョンとかを攻略してまた、続きからこれからやっていきたいと思います。また次回も見てください。ではまた。